むっちゃわかりやすい仏像。こんにちは、フェルです。アートファンです。今回は仏像ってそもそも何ということでお話をします。なんか難しそうだね。難しい内容を小学生でもわかるように簡単に説明するので、専門家の皆さんは突っ込まずに聞いていてくださいね。昔ゴータマ・シッタールダという赤ちゃんがマヤ・ブニンの脇から生まれました。そして、ちょ待って、脇から生まれたの？そうだよ。それで7歩歩いて天上天下唯我独尊って言ったんだよ。うっそー、超人じゃん。それから裕福な暮らしをしていたんだけど、いろいろあって修行したらブッダっていう悟った人に変身しました。その後、まあ、いろんなことをして最後はお亡くなりになりました。そういう話だったんだね。それからたくさんの仏像ができたんだね。本来仏教は偶像崇拝は禁止してたんだけど、釈迦が亡くなってから500年から600年ぐらい経った頃、やっぱり拝む対象が欲しいっていうことでいろんな仏像が作られるようになったんだよ。へえ、そうなんだ。大きく分けると、如来、菩薩、明王、天部っていうジャンルに分けられて、こういうヒエラルキーで表すことができるよ。如来が社長で菩薩が副社長って感じだよね。この動画でもそんな風に紹介したよね。釈迦如来はこんなポーズをしているよ。隣に菩薩がいる三尊像パターンが多いよね。薬師如来は病気を治してくれる如来だよ。薬効を持っているんだよね。阿弥陀如来はこんなポーズをしているよ。鎌倉の大仏だよね。ビルシャナ如来はこんなにでかくて宇宙の真理を表現してるんだよ。奈良の仏像はこの如来だよね。大日如来は密教の世界では中心となる如来だよ。大日如来はおしゃれだね。如来の特徴で代表的なのは螺髪っていう髪型、白毫っていう白い毛が丸まったもの、耳に大きな穴、三道っていう喉の三本のシワ、目は青くて頭はコブのように腫れていて、歯は40本あって、指には水かきがあって、足には土踏まずがなくて扁平足で、足の裏には足下二輪草っていうのがあるんだよ。ちょっと待って、キャラ設定細かすぎでしょ。一体いくつあんの？32層と80種項だよ。すごいね。じゃあ次は菩薩の紹介をしますね。まずは観音菩薩の基本形、小観音ね。これが変身して11面観音になったり、千手観音になったり、如意輪観音になったりするんだよ。11面観音って頭の上に11の顔があるんだよね。そうだよ。一つは如来の顔で、後ろには大笑いをしている顔もあるよ。千手観音は手のひらに目があるんだよね。そうだよ、よく知ってるね。如意輪観音はなんかやる気ない顔してるね。この如意宝珠は願いを叶える玉なんだよ。その他には獅子に乗った文殊菩薩とか、象に乗った普賢菩薩とか、56億7000万年考え事をしている弥勒菩薩とか、地蔵菩薩がいるよ。お地蔵様って菩薩様だったの？六地蔵って言ってね、天道、人間道、畜生道、餓鬼道、地獄道、修羅道の6つの世界を巡って救ってくれるんだよ。へえ、ありがたやありがたや。明王は怖い顔をして敵から守ってくれるんだよ。不動明王が有名だよね。剣とか縄とか持っていて怖い顔をしているね。でも髪は三つ編みでおしゃれだね。天部は古代インドの神々が仏教の世界に入ってきたっていう方々だよ。ヒンドゥー教の宇宙を創造した最高神ブラフマンは梵天として登場するし、最強神インドラは帝釈天になってるって感じだね。あと有名なのは吉祥天とか弁財天とか、東西南北を司る四天王とか、金剛力士もこの天部に属するし、有名なアシュラは八部衆っていう団体の一人だよ。なんかたくさんのキャラがいるんだね。鎌倉とか奈良に行くとき、ちゃんとそういう知識があれば楽しめそうだね。仏像の中にはこうやって本物の目が入ってるみたいなのもあって、リアルでかっこいいよね。これはね、玉眼って言うんだよ。目が合う感じがしてドキッとするよね。ということで今回は仏像を紹介しました。もしこの動画が人気になったら続編も作ろうと思っているので、ぜひ高評価やチャンネル登録もお願いします。それでは皆さん、さようなら。